はい、でもこちら。ということで、今日はプッタネスカを作っていこうと思います。で、今日なんですけど、あのプッタネスカ醤風パスタっていうやつ、まあ、結構前にやったんで、またそのちょっと調べ直しながら、まあ、自分の理解度を深めつつ、また作りたいなと思って、また動画を撮ってます。ということで、まあ、このプッタネスカの語源とかまあいろいろあるんですけど、まあ、一番そのなんか一番有名なのは、その娼婦がまあ時間ない中でパパッと作ってまあ広まったみたいないう説がまあ一番有名かなと思うんですけど、なんかいろいろ調べてみたら、アメリカのそのバード大学っていうところの食品研究センターの人がなんか言ってる説が、あ、結構なるほどなみたいな。で、この人がなんか言ってるのは、なんかその夜の街のその女の人の香水とか結構つけたりするじゃないですか、そういう人たちの香りと、そのこのソースの、まあ、結構トマトソースでかつケイパーとかちょっとビネガーの酸味とかが入った香りがするんで、それがその、まあ、夜その仕事してる人たちの、香りと、まあ、つけてる要は香水とかそういうやつの香りとイメージがリンクしてこの料理になったんじゃないかっていうのをなんか言ってて、あ、それはなんか一理あるかもなみたいな思ったっていうだけの話なんですけど、ということで、ですね、まあ、今日は材料は結構シンプルで、まあ、まな板作業とかほとんどなかったんで、今日はあの切る作業とかは映像撮らずに、もう仕上げだけでババッと終わらせていこうと思います。まあ、ちょいちょいそのテクニックとかちょっと、まあ、コツとかそういう考え方だったりとか僕なりの考え方だったりとかを説明しながらやっていきたいと思います。これ最近そのパスタの配合を考えてるっていうので、まあ、いつもなんか3種類くらい、これスパゲッティで、これがタリオリーニで、麺の太さがちょっとこっちの麺よりかは細く仕上げてあったりとか、これあの太くしたりとか、まあいろいろ試してます。で、こっちアンチョビケイパーで、これがブラックオリーブで、このケイパーのビネガー、これ最後にちょっと使います。で、パセリで、これと、これは生の刻んだやつで、こっちは、これはパン粉と合わせてあの、いったやつ、まあ、これはこれで、あの香ばしさだったりとか、入ってるん で今回のプッタネスカは、あのナポリの、パスタなんで、パン粉で、南の方ってあんまりチーズとかそこまで使わないんで、まあ、こういうパン粉とかで最後の仕上げで使ったりするのは結構多いですね。で、これちょっと緑がかってるんですけど、パセリ、刻んだパセリを混ぜていったやつ、まあ、これ最後に使います。で、トマトソース。そしたらこっちのフライパンに、さっきの材料を入れていくんですけど、まあ、まずオリーブオイルで、オリーブオイルを入れて、で、あとは全部材料冷たい状態でちょっとじっくり、まあ、揚げるっていう感じじゃないけど、そのじっくり火を通していく感じにしていこうと思います。なんでこのこいつらを全部最初に入れてあげます。ちょっと多かったかもしれない。で、このケイパーの酸味とかが加熱すると結構和らいでくるん でアンチョビのなんかちょっと生臭い感じもあのしっかり炒めてあげて取ってあげる。で、オリーブの香りも引き立たせるようなイメージで、で、これで加熱するとケイパーのその酸味がその和らぐって言ったんで、で、最後にこのケイパービネガー、ケイパーのあの漬けてあった酢をあのトマトソースと合わせた最後パスタ入れる直前くらいでこれ入れます。で、このビネガーを入れるとそのトマトソースにより酸味があのついて、まあ、結構そのソースの輪郭というか、まあ、そのソースに結構メリハリがついてくるんで、まあ、それを完成形の、まあ、イメージとしてそんな感じでやっていきます。で、まあ、ここは本当割とあの水分を抜いていくような感じで、まあ、水分抜くことによってそのケイパーとかアンチョビとかオリーブとかの旨味があの詰まって引き出されるんで、まあ、ここはじっくり。この前トマトソース使うときにあのニンニク入れた方がそのフレッシュな香りがついていいって言ったんですけど、
今回はニンニク主張させなくてもいいかなと思って入れてないです。じゃあ割と結構あの水分抜けてきた感じになったんで、トマトソースここで入れます。本当今回マジでめちゃめちゃ簡単なんでこれだけなんですけど、ここで一回味見て、でこの時点で味がちょっと薄かったりしたら、まあ塩入れてもいいし、で味が決まったらあのさっきのケーパービネガー入れておきます。でビネガー入れたら加熱するとその酸味結構飛んじゃうんで、まあ、酸味目的で入れたビネガーはできるだけ飛ばさないように、ここからあんまり加熱しないようにしておきます。じゃあこっち沸かしといたお湯にあのさっきのパスタ、今回は普通にちょっと太めのスパゲッティ、そしたらこっちにソースにパスタを移していきます。でまあ、あとはもうソースとなじませて仕上げていくだけで、今回はパセリちょっとこの時点で入れてあげて、で最後盛り付けに使うのもちょっと残しとくんですけど、この時点で入れるとあのパセリに火入って、あの生のパセリとこのソースに入れて、まあ、その火の通ったパセリの香りもソースの中に移って、まあ、その火の通ったパセリの香りとフレッシュの香りとまた違うんで、その香りの違いも入れつつ仕上げていきます。でここで最後、オリーブオイルで火止めて、これで盛り付けていきます。で今回は最後にちょっとオリーブオイルもあの上から、最後にあのオリーブオイルやるとまたオリーブオイル の, あの香りが引き立って、まあ、まあいい感じになるんで、ね、で最後このパン粉やってあげて、あとは最後、まあ、フレッシュなパセリ、まあ、これもやってあげると、まあ、そうすると結構なんかいろんな香りのレイヤーがつくんで、まあ、いい感じになるんじゃないかなと思います。ということで今回はこんな感じで、まあ、ということで仕上がりはこんな感じなんですけど、まあ、最後にやったこのオリーブオイルと、パン粉、パン粉にパセリ入ってて、まあ、そのパン粉にはちょっと、まあ、乾燥したパセリの香りがちょっとついてるような感じで、フレッシュのパセリも上から振りかけてあげて、まあ、ちょっと、2種類の、香りというかをつけてあげると。でこっちのソースのポイントとしては、最後にケーパーのビネガーやって、ちょっとソースに、酸味の輪郭をつけてあげるということをすると、まあ、中に旨味はしっかりあるけど、酸味で、しっかりその、まあ、くどくないようなさっぱりした感じに仕上がるという感じになります。はい、ということでどうだったでしょうか。これめちゃめちゃこの香りがね、めちゃめちゃいいんですけど、これ本当にめちゃめちゃシンプルで、まあ、本当すぐ作れてめちゃめちゃうまいパスタなんで、本当にぜひやってみてください。でまあシンプルがゆえに結構その、まあ、材料とかめっちゃ少ないから、まあ、逆に言えば最後食べる時になってその作った人の、テクニックとかそういう、まあ、技量がすごい出てくるようなパスタだと思います。まあ、めっちゃすぐできてね、めちゃめちゃうまいんでぜひ試してみてください。ということで今回はプッタですかでした。まあ、少しでもね参考になったら僕も嬉しいんで、まあ、なんか聞きたいことあったらコメント欄にコメントと、グッドボタンお願いします。ということでまた次回の動画で会いましょう。あと Twitter、Instagram、TikTok やってますんでぜひ
フォローお願いします。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイ。